クーデルスをいただきます。いただきますね、すいません。しんなれ、おいしゅうなれ。最後最後ワールドバズクッキング1月最後の週が始まりました。さあ今回は先週いただいたスープ、何でしたっけ、ティロラクヌーデルス、ティロラクヌーデルスをいただきます。いただきましたね、作ります。また飛び落としちゃった、間違えました。私一人だと作れませんので、お手伝いいただきながら、教えていただきながら、はい、よろしくお願いします。さあということで、はい、これが材料全部ですか。そうですね、これでできちゃうんですね、はい、家庭料理っていう地付けの料理でもあるので、うん、家庭であるものです。はい、ではまず何から。一番最初にやっとかなくてはいけないのが、はい、パンをサイコロ状に乾燥させたもの。あのさっきいただいたパンですか。そうです、こういうマークがついてた、はい、これをまずふやかしていきます、はい、卵と牛乳でふやかしていきます、はい、卵を溶きほぐしていきます。あ、はい、この中に、はい、はい、じゃあまず卵を入れていきます、はい、よいしょ、卵2個、はい、はい、これでこれでよく溶き落としてる、はい、この卵きっといい卵なんだろうな、すごい。あの、ふだん、はい、大丈夫、はい、大丈夫でしょうか、はい、そしたら牛乳を入れてください、はい、おー、この入れてください、はい、はい、この牛乳もきっといいやつなんだろうな、はい、はい、OK、 そうでしましたら、このパンに液体を入れて染み込ませていくんですけれども、はい、まずここに塩と胡椒で味を下味をつけてから染み込ませたいと思いますので、はい、お好みの量で塩入れてください。お好みの量って一番困りますね。だいたい小さじ1、2杯に入ってことは 10g くらいってことか。これでも一つまみですね、今、はい、もう一つまみぐらい、はい、あ、はい、はい、ですか、はい、はい、よし、オーストリアが岩塩使ったんですね。そうですね、オーストリア岩塩使いますね、あ、岩塩なんだ、はい、まあ、これ普通の塩なんですけど。そしたらこれをはい、はい、ここまではまだハードルは高くない、はい、大丈夫です。おいおい、はい、あ、混ぜて、はい、よく染み込むように、うん、はい、このパン結構やっぱ硬いですよね。そうですね、もう乾燥させてるので、はい、このクヌーデルっていうのは、はい、食事とかで余ってたパンを自分たちでサイコロ状に切って乾燥させると持つじゃないですか、はい、それを今度牛乳と卵とかで合わせて再利用する、はい、そういうお料理でもあるので、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これは大体ですね、3時間ぐらい、おお、結構染み込むまで時間がかかります、はい、もしくは冷蔵庫で一晩つけておいてください、はい、結構じゃあ、まあ、たっぷり染み込ませて柔らかくなるってことですか。そうしないとあの食べた時にガリッっていう感じで。ちなみにあの日本でのクヌーデルの代用品はフランスパンが一番。フランスパン、なるほど、はい、はい、じゃあ続いては、はい、ティロラシュペック、もしくはシンケンシュペックって言って、生ハムとの違いは、ね、はい、すごい燻製されてます。本当は裏すごいですね、はい、かよいしそう。玉ねぎと一緒に炒めながら先ほどのふやかしたパンに入れていきたいと思います、はい、だいたい 70g ぐらい、はい、分量は後ほどで、はい、3ミリの厚さに、うん、日本のスーパーで買うんだったらベーコンとかでいいんですかね。そうですね、ベーコンでもいいです、もしくは生ハムでも大丈夫。生ハム、はい、これ自体は日本で買うことはできるんですか。オンラインショップでも売ってるところもありますし、マートで買うこともあるんですね。じゃあそうしましたら、はい、今度これをですね、はい、玉ねぎとこの香りを出すようにして炒めて、はい、をベーコンを入れて、はい、少し低温から香りを出しながら、ベーコンの旨味を油に移すように念じながら、はい、これポイントは、はい、あのカリカリにクリスピーにしてしまうと、はい、後で茹でた時にもベーコンだけが残ってしまうので、はい、この今ベーコンから油が徐々に美味しい旨味が溶け出してきてるので、はい、その油をまたパンに吸わせるようなイメージなので、なるほど、じゃあカリカリまでにはしない、お、少し弱火に、はい、ベーコンが透明になってきましたね。はい。はい。玉ねぎを。
じん切りになってる。すごい、みじん切りもここまでみじん切りだとやっぱすごい、はい、もう少しですね。はい、もう少し。美味しくなれ、美味しくなれ。はい、そうしましたら、はい、今度パセリ、はい、みじん切りを入れます。これはイタリアンパセリ。はい、これ全部入れるんですか。こちらを全部、お、全部入れちゃうんですか。はい、はい、で、はい、パセリを、はい、ここでベーコンの香りと炒める、はい、油と炒めるはい、香りをより華やかに放ってくる、はい、炒めていきます。はい、なんか緑も入って色鮮やかな、はい、美味しそう、美味しそう。はい、はい、これは先ほど、あ、出た、こんなにふやかされちゃうんですね。一晩置いたものです、はい、これに今この熱々を入れてしまうと、はい、卵が入ってたので、はい、固まってしまいます。確かに、はい、気持ち粗熱を取りたい、はい、そこにですね、はい、今度ふるっておいた薄力粉と、はい、一緒に混ぜていきます。はい、ふやかしたパンがこんな感じになりました。おお、すごい、本当にあんな硬かったとも思えないくらい本当に柔らかく、柔らかくなってスッて入ってく、すごい柔らかい。はい、粗熱を取ったものをですね、はい、一気に入れてみましょう。はい、はい、今粗熱どう取ったんですか。氷水の下でこう冷やした。あ、なるほど、なんか魔法でも起きたのかと思ったどうやって粗熱取るの。いい香りがしてきますね。こんなにバジル入ってたんだってびっくりしました。あ、バジル間違えた間違えたお水を入れる前に、はい、軽く混ぜ合わせます。はい、ちょっと下からすくうようだ。はい、どうでしょう。はい、大丈夫。はい、そうしましたら、この子を一気に、一気に、はい、はい、了解しました。入れます。ドン、はい、一気に入れる意味があるんですか。ないです嘘でしょ、嘘もう振ってあるんで、玉にもならないんで大丈夫一気に入れちゃっていいですよ、はい、っていうことですね。重くなってきました。そうです、力仕事、はい、お、混ざりましたか。はい、はい、成形していきます。おで、このように柔らかいです。はい、なので本来先ほども言った通り小麦粉をもっと入れれば手でお団子状にできます。はい、でも食べるとき大変です。なので今日はご家庭にあるかどうか分かりませんが、アイスビッタ、おー、これで沸騰したお湯にポコンと落として入れていく。はい、はい、よろしいですか。あ、もう早速、はい、お湯の方はですね、はい、塩をしたいと思いますので、今度は大さじ1杯ぐらいの塩を入れてください。 15g、 はい、15 15、まだだな。気持ちいいです。はい、 OK です。そうしましたら、はい、これをポポンと落としてます。はい、これを一すくい、はい、で、はい、すくったらですね、はい、この口で切り落としてます。はい、こういうことですか。そうです。なるほど。あ、やばい、いいですね。あ、いいですね。やばい、大丈夫ですか。今回でも大丈夫ですか。よし、ポトンと、はい、お、本当さっき食べた形に似てる、いけるかな。はい、はい、OK です。おー、きれい。はい、静かにそこにくっついてるので、はい、流したんです、はい、これ全部も、はい、はい、OK です。ほうほうほう、これで15分から20分。お、結構茹でるんですね。さあ、ということで15分経ちました。はい、綺麗に丸くなりましたね。なんかさっきこうすくった時はちょっと半分なんか丸くないというか平面な部分があったのが、はい、こんな丸く綺麗になるもんなんですね。まず最初にあのクヌーデルを、はい、器に、はい、はい、よし、おいしょ、おー、はい、こんな感じになりました。非常に綺麗、綺麗、こっちに入れちゃいます。はい、おー、はい、はい、あ、びっくりした、はい、大丈夫です。これはあのスープですね。そうです、ウィーンのコンソメスープです。オーストリアのコンソメ、まあ、リンドスって牛のスープって言うんですけど、たっぷりの牛骨、筋、すね肉とかたくさんの根菜を入れて一気に煮ていくのがウィーンのコンソメ、牛肉の味がそのままストレートに。へぇー、なるほど。ウィーンのコンソメを盛りましょう。
これちなみにウェインのコンソメちょっと作れないなって人はどうしたらいいんですかね。そうですね、ご家庭でしたら、はい、コンソメの素、ああはい、あのあれを使いたい、うん、でもそれも一手間加えると本当に近くなるので、はい、よく牛すじは売ってますよね、うん、あと人参、玉ねぎ、セロリ、うん、それを使ってこのウィーンのコンソメに近づけることができます。コンソメと一緒に煮込めばいいんですか。最初根菜を炒めて、はい、サラダ油で軽く炒めてから、はい、牛すじを入れて、うん、お水でそれで大体2時間ぐらいほどほど煮てあげればかなりベースとしては近くなるので、そこにコンソメを、キューブのコンソメを入れていただければ。なるほど、はい、これで本番ウィーンの味を楽しむことが近づけます、はい、じゃあこれを、はい、持ってみましょうか。はい、これを入れていきます。はい、静かに最後最後美味しくなれ、はい、おい、じゃあこっちもよし、最後最後美味しくなれ、はい、はい、シブレットという細いネギの仲間です。これすごい細かく切ってます、そうです。お家でなければ、うん、あの万能に青ネギとか、おお、なるほど、はい、それを最後入れてください、はい、これで一気に風味が増します、ね、確かに、はい、さっき食べた時すごい香りしたもの、どれくらいですか。お好みで、お好みで、はい、はい、はい、どうでしょうか。はい、完璧です。おお、これで、これでティルラクヌードルスッペの完成です。やったー完成しました。もうじゃあこのお皿に乗せて、神田さんと僕の感じはね、はい、あ、僕ですか、はい、はい、最後なんか一言添えて渡していただければ、はい、はい、愛情を込めて、愛情込めて作りました。ありがとうございます、はい、一番やっぱりスタッフさんたちがこう細かく刻んでくれたあの思いも、はい、詰まってるので、はい、本当にありがとうございます。皆さん、あのみんなで作り上げました。ありがとうございます。はい、お召し上がりください。一日ありがとうございました。あの2杯目だと思うんですけど、美味しくお召し上がりいただけたら嬉しいです。いっぱい愛を込めて作りました。はい、お願いします。はい。はい、それではいただきます。はい、お願いします。柔らかさいいですよ、ね、ベーコンベーコン頑張れって言葉かけてますよね。はい、どうですか。すごいこう怖そうな顔してる。すごい、あの柔らかさもいいし、ふわふわだし、よかった、やったー。この神経シュペックの炒めた時の油の香りとかがちゃんとパンに浸込んで、それがまたスープと一緒に一体になって、そうですね、美味しくできた、やったー、いやー嬉しい、よかったです。ということで1月のオーストリア編は以上となります。さあ今月も皆さん、いろんなオーストリアの魅力を知っていただけましたでしょうか。こんな料理ができない私でも作れちゃうくらいかなり簡単に、そして身近な食品で作れるので、とっても楽しくお料理できました。私も料理上手になりたいなと思います。クリスタさんの話、はい、オーストリア料理の仕事会社ありましたら、はい、世田谷区の肉たぐ玉川の近くで、はい、ニキズキッチンという料理のサイトでオーストリア料理検索いただくと、はい、クリスタさんという方、あのウィーンの方がオーストリア料理を教えていらっしゃるので、はい、いろんな料理オーストリアいらっしゃるので、よろしければ次にいらしていただいて、はい、お話聞いていただければ。こんにちは、渚さん、クリスタです。料理教室をやっています。オーストリア料理を教えます。それで時間があればまた来てください、遊びに。じゃあバイバイ。ぜひあの、はい、料理好きの母を連れて行きます、はい、あの私一人だとちょっとあの心細いね、はい、さあということで、1月のオーストリア編は以上となります。さあ皆さん来月もお楽しみに。さよなら。ということでお疲れ様でした。松本さんが美味しいって言ってくださって私はほっとしました。終わって一段落ということで、美味しそうな紅茶がすごくいい香りしますね。これは？そうですね。あのオーストリアではコーヒーももちろん古文化でよく飲むんですけど、紅茶もあの有名な方がたちぐらいあって、
よく飲みます。これやっぱりクッキーと一緒に楽しむことが多いですね。甘いものと紅茶 で、 そうです、ね、何時間でもこれでカフェにいられると。そうですね、いただいてもいいですか？一日が終わったすごいほっと一息できるようなすごく香りもしっかりしてるけど、はあ、これは確かにお菓子と合いますね。ああじゃあこのお菓子もいただきます、うん、すごいクッキーがサクッとホロホロホロってなって中にちょっと甘酸っぱいソースも入ってて、これは欲しくなる、買って帰りたいくらい美味しいです。ここに住みたい。美味しいものたっぷりで幸せです。今月もありがとうございました。チャンネル登録とコメントとグッドボタンお願いします。この番組がいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、高評価、そしてコメントお願いします。お待ちしてます。